おい、どうしたんだよ。いつまでやんねん、この茶番。は？あたち、お前、ええじゃねえわ、ボケが。とにかくその気持ち悪い話し方やめろよ。あれ、バレてた。当たり前やろ。さすがに気づくわ。まあそれはそうか。で、いつかな。扉が開かへんだぐらいの時。あれ、意外と早かったね。あんなんできんのお前ぐらいだろ。まあそりゃそうだよね。まあビビったけどな。ん？お前あんな演技派やったな。また持っとる時とか、屋上が壁で塞がってる時とか、見入ったであんま。それよかったです。で、何の茶番やねんこれ。聞いてないけど。いや、なんていうか、清水くんの調査みたいな。なんでやねん。それはテロリストの時にやったよ。いや、まあそれはそうなんだけどさ、ほら、一回じゃ分かんないこととかあるじゃん。まぶれだったかもしんないし。だとしてもなんで俺に言わへんねん。だってほら、バック知ってたら楽しんじゃうじゃん。この前だって結構笑ってたし。いや、そうだとしてもさすがにやりすぎじゃろ。ごめんごめん。にしてもやっぱすごいよね、清水くん。まあお前は必要にビビらせても全然冷静やったじゃん。なんかさすが天才って感じ。ああ、これで分かったよ。清水くんになら任せても大丈夫だね。いやからそう言っとるやろ。前は僕は清水くんびいきしすぎだよ。んなことねえよ。いや、ある絶対ある。どんだけ一緒にいるんだよって感じだ。ああ、こいつら撮ると面白いよ。何それ、僕と一緒にいるのは楽しくないってことですか。んなこと言ってやがる。で、もう十分や。こっから出してくれ。いや、そう、なんていうかさ、あ、なに、その、出られないんだよね。今回の展開を見て分からなかった人は、世界の終わる5分前と第一章のテロリスト編を見たら分かるよ。へへ、お腹空いたな。いや、まあそれはそうなんだけどさ、一回じゃ分かんないこともあるじゃん。まぐれの可能性だってあるし。言えた、すごくね、今一回で言う。素晴らしい、素晴らしい。